ホームでの戦いっていうのが自分たちのやっぱり一番の強みだと思ってるんで、そこで、何としても勝ち点3を取って、夢に向かって頑張るあなたへ、さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで清水銀行。チームのサッカーのやり方だったり守備のやり方になれるのに少し時間がかかってしまいましたけど、徐々にマークの受け渡しだったり、最終ラインでの、連携だったりっていうのが、徐々に良くなってるかなと思います。本当に、僕をこのチームの一員として認めてくれて、たくさんの声援をしてくださるので、すごい嬉しいです。僕が、ここに来る前から、ずっと思ってたことなんですけど、本当にエスパルスの応援っていうのはすごいかっこいいなっていうのはずっと思ってて、いざそれを背にこう戦えることができてすごい幸せですし、やっぱりあの声援を受けて、もっともっと頑張ろうっていう気持ちになります。エスパルスはここから始まる。仲間を信じて、サポーターを信じて、新たな歴史を作る。6月12日横浜 FC。 開幕当初は、ホームなかなか勝てていなくて、難しい状況でしたけど、やっぱり今こうやって、ホームで2勝できて、ホームでの戦いっていうのが自分たちのやっぱり一番の強みだと思ってるんで、そこで、何としても勝ち点3を取って、上位に食らいついていきたいなと思います。ディフェンスのポジションなので、失点をしないようにっていうところは自分の一番の仕事ですけど、まあ、それプラスで、攻撃のところでも、今クロスがいい感じで蹴れているので、そういったところで得点に絡める仕事っていうのもできたらいいなと思います。誰と組むかは分かりませんけど、その組む選手によって、ポジショニングだったり、自分の攻め方だったりっていうのを、考えながら、バランスを取りながらやってますけど、その中でも自分の飛び出しとかっていうのは良さだと思ってるんで、その回数っていうのをどんどん増やしていかなければいけないし、そこからまた得点に絡むプレーっていうのをどんどん出していきたいなと思います。もちろん J2 優勝っていうのが、僕たちの目標なので、今順位的にもまだまだですけど、やっぱホームで勝って勢いを持って、上位に食らいついていきたいなと思います。いつも応援ありがとうございます。ホームで、何としても勝ち点3を取るために、チームサポーター皆さん一丸となって、熱い戦いをしましょう。応援よろしくお願いします。夢に向かって頑張るあなたへ、さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで清水銀行。エスパルスはここから始まる。仲間を信じて、サポーターを信じて、新たな歴史を作る。6月12日横浜 FC。